地産食材で簡単クッキング、藤沢ごはん始まりました。藤沢ごはん、今回の食材は枝豆です。はい、枝豆はタンパク質とビタミンが豊富で栄養満点です。生産者は亀戸の金子沙織さん。今回作るのは枝豆の春巻きです。材料はご覧の通り。はい、じゃあ作り始めましょう。はい、はい、まずですね、カニカマを縦に裂いてください。はい、はい、赤いところを残した方が、そうですね、赤いところを今度あの中に入れた時に赤が見えた方がいいので。続いて春巻きの皮の上にピザ用チーズ、カニカマ、塩茹でした枝豆をのせ巻いていきます。チーズを入れることによってつないでくれるので、あの入れます。またこれあの食べてもチーズだから美味しいし、そうです ね、きつね色になる。巻いた春巻きを180度の油で揚げていきます。揚げてるときはひっくり返したりする、あんまりコテコテ動かさない、触らないで、うん、春巻きがきつね色になるまで揚げたら、春巻きを取り出し油を切ります。中が楽しみですね。そうですね、ちょっと切ってみます。よし、はい、切れました。あ、枝豆とカニカマが、はい、カニカマが綺麗に出て、お皿に盛り付ければ枝豆の春巻き完成です。さて、そのお味は。いただきます。サクサク音がして、うん、枝豆の味がしっかり出てて美味しいです。どうですか。これはちょっとつまみに最高ですね。そうですね、うん、夏場は枝豆の新しい、そうですね、おつまみの形ということで、枝豆の春巻き、ぜひお試しください。